本目、そしてアレンジのところになると少し精度が落ちる感じしますね。いや、この子に対して60かな。また来た、もう一本140バイキー161、残り鈴木取る。そして負けじと取りに来た。60絡む。そして43、残り。エドワード選手ブレイクというスタート、そして波に乗ってくる。流れを持っていくのか。点取りはね、エドワード選手も悪くないので。点取りはお互い合格ですよね。あとはダブル。そしてワンダーズレイズ逆してくれると思います。この4人だと間違いなく。そしてワンダーズレイズ60から、60続く。60からもう一本、そしてもう一本。いやー、これはすごい。60から、そしてここで取れてきた。221のこと。さあ60から、もう一本、そして取れていく。60、点取りがね、よくなってきたんですけど。